カオクルカッピは、タイ料理の一種で、エビペーストを混ぜ込んだチャーハンである。豊かな風味に特徴がある。カッピはタイ語で、エビペーストを刺す語。この料理は普通、キュウリやシャロット、サワーグリーンマンゴー、玉ねぎあるいは、紫玉ねぎの薄切りをはじめとして揚げ、エビ、唐辛子、薄い卵のオムレツ、またはクレープ、甘くした、ローストポーク、豚の腹部の部位、 くんちゃんなどの中華風ソーセージ、サバなどいくつかのトッピングをつけて提供される。野菜が添えられることによるサラダ料理の風味、エビペーストによる塩味、果物による甘み、唐辛子による辛みを合わせ持っていると形容される。大国外でもフィリピンのバゴンチャーハンなどカオクルッカピニル維持した料理が見られる。カオクルッカピの調理法は ラーマ二世の知性家の文族の料理を元にしたものである。タイ中部で作り出されたものでは、タイでは普通昼食用の料理として提供される。タイを訪問する外国人観光客の間では、この料理はその存在すら広く知られているとは言い難い。ありがとうございます。